有塚です。今日は4人の参考人の方々本当にお忙しい中ありがとうございました。あのまずモ月参考人にお伺いをしたいというふうに思います。あの今日のお話にもありましたけれども、あの国際的な水準からこう考えていくということは非常に重要だというふうに思いましたけれども、まあ、ちょっと質問のあの重複避ける関係もありまして、あの加熱式タバコについてちょっとお伺いをしたいというふうに思っております。 あのこの加熱式タバコが日本で今、広がっているわけでありまして、で先日の質疑でも、まあ、この間、えー、言われているわけですが、確かに加熱式タバコ そのもののみをこう喫煙してどれだけ健康影響があるのかということでいえば、まだ研究の途上、すべてが明らかになっているわけではないとあのいうことはあろうかと思うんですが、しかしその構造上、紙巻きでは出ないような発がん性物質が出るのではないかだとか、いろんな懸念が指摘されているということもお聞きしておりまして、大きく二つお聞きしたいんですが、一つはその加熱式たばこというのをそもそもどう評価しているのかという点と、それからアメリカの方では FDA といいますよね、アメリカの食品、医薬品 北局のところが、あのこれ、OK 出さなかったということがありますけれども、まあ、こういったところをどうご覧になっているのかという、大きく二点、まずお伺いしたいと思います。餅月参考人、はい あの加熱式たばこという、まあ、言い方がわりとルフしているので、まあ、それを踏襲しますけれども、まあ私自身は新型たばこと申し上げていますでそれはまあ熱の,あの量も今、の低,低温、まあ、蒸したばこという方が近いのかもしれないんですけれども、まあ新しいたばこ製品が今、世の中に出てきてあの旧来のものとどう違うのかというところが議論になっていると思うんですけれども、まあそもそもこれらのたばこ製品というのはニコチンをまあ脳に 効率よく伝達するニコチンデリバリーデバイス。 あるるいいはシステムとううふうに、まあ、捉えるべきです、まあ、あのそれを売っているタバコ産業もニコチンなしのこういったものはあり得ないというぐらい、まあ、ニコチンが不可欠、でニコチンはご存じのように依存性物質であり、まあ、そのものが毒劇物でありますのでそれに非常に有害性があり依存性のあるものが、まあ、合法的に存在していることが一つの問題なんですけれどもあのご質問の,それ,があの、まあ、それが私から見たの本質だと思います。でそれが非常にに巧妙な形にな形っていてい、まあ、いわゆる 排出物のまあコントロールもマイクロチップで行われるようになっているんですけれども、それはやはりそのタバコの煙ではないけれども、まあ何かは出ている、それを吸っているわけですけれども、でそれがあのどのぐらい出ているのかっていうのはまだ測定不可能なものもたくさんあります。ただしタバコ産業の方もまああの敵対するタバコ産業同士でいろいろ研究をしているんですけれども、未知のものも含めて実はたくさん出ているということはすでに論文になっているぐらいなんですね。でそうした時に。 未知なものに対して我々がどういうスタンスで臨むかというところで国によってさまざまなポリシーが違います。で、日本は未知なものに対してまあそっとしとくというか <laughs> なんですけれども、多くの国では予防原則ってやっぱり疑い出るものはまず罰してっていうこと、それからアメリカの FDA ではご承知のようにあのレギュラトリーサイエンスという非常にゴリゴリしたまあ規制科学があの進んでおりまして規制のためにどういうエビデンスが必要なのかということを本当に巨額の 公費を投じて研究しています。まあその予防原則かレギュラトリーサイエンスかどちらのスタンスを取るかによってあのスピード感も違うんですけれども、日本の場合は残念ながらその原則がないというところでまあふらついているというのが私からのあの見方です。武田良介君。はい、ありがとうございました。あのまあそういった点からやっぱり国際水準から見ても日本があ遅れていると先ほど来のお広告だとか。えー 様々なね規制の点で遅れがあるということかなとあのいうふうに、えー、受け止めさせていただきました。えっ、ー、と長谷川参考人にもちょっとお伺いをしたいというふうに思っております。あの今回の法案がこれまでいろんな案がある中で、あの今回の法案が出てきておりますけれども、改めて率直に、えー、そういった経過をですねどのようにご覧になっているかということをあの率直にお伺いしたいというふうに思います。 長谷川参考人はい、はいえー、法案に関しては、えー、私は、えー、やはりあの一言で言うと、不十分というふうに考えています、そしてそれが今までの経緯の中で、厳しめのものを作り、そして、えー、また今度はこう振り子のように逆の方に触れて、こう 揺れているというところを強くやはり思っています、そして今、その決着として不十分なところに落ち,落ち着くということになってしまうのではないかというふうに思っています、はいそれが偽らざる気持ちです。あの 一番顕著なところでいうと、飲食店の,その100平米という、この数値のところがすごく揺れているところだと思うんですけれども、この単純に例外と原則が逆転している、その状況は、えー、今もなおずっと続いているということが象徴している、そんなふうに思っています武田洋介君、はい。ありがとうございました。えー の意図参考人にもお伺いしたいと思うんですが、先ほどの,あのお話の中で、例えば、ちょっと細かな話のようであれですけど、条例の見直しというところで、屋外の対策というのが一番最後に出てきておりました。 でこれを見ますと、教育機関や観光庁などの周辺における禁煙エリアを検討すべきという、でその後に特に入り口付近を検討すべきなんていう記述もありました、で今回の法案でも、一種、二種というのがありましたけれども、屋外に設置をして、えー、行くことができると、ただ煙が、えー、そういった教育機関だとか、出入りする方に、えー、流れるのではないかという懸念を私も持って。 おるわけけですけれどもここではこの今の見直しでどういったこう意見が出ているのか、また実際にそういったあ受動喫煙の懸念があるという実態といいますか、声といいますか、そういった声が上がっているんでしょうか井戸参考人。あのー、大変 <coughs> どこ、どの場所にあの喫煙場所を作るかということで、えー、今ご指摘ありましたように、あのー、入り口の方に。 煙が漂ったりする可能性がある、それで一番出入りをする、しかも学校などにですと子どもも出入りをするということも考えられますので、そのような意味では、禁煙、あのー、エリアを設定するにしても、そのような影響を、ですね間接的な影響をしっかりと見定めて、エリアを設定すべきだ。 というあの意見が非常に強くあの出されておりますそれとは先ほど例でも言いましたように病院などは敷地内禁煙にしてますのでどうしても吸いたい方っていうのは敷地から外で吸わな、ね、それが道路なんかが多いんですけれどもこういうケースどう考えるか逆に敷地内禁煙があという措置を一律にしていることがあのそういう現象をもたらしているわけですので。 だとすると、一番影響力のないようなところを喫煙エリアにするということも考えられるのではないか、そのような意味で、あの喫煙エリアの設定ということについて、えー、よりあの厳密な対応が必要なのではないかという意見で、えー、ございます竹田良介君。 それでは最後に田中参考人にあの一つだけお伺いをしたいというふうに思います、あの経営の影響ということで、えー、懸念を述べていただきましたあけれども、えー、例えば例外なく、もうすべて禁煙というふうになると、それぞれの店舗との違いということはなくなっていくかというふうに思うんですけれども、そういった方向性というのはいかがでしょう、どうお考えでしょうか。 田中さん公認あの飲食店においてすべて禁煙ということですか、あ飲食店においての、あの確かにあの全部据えないよというんであるならばあの、それはそれで公平性を保たれるのかもしれませんけれども、あのっいいですか、お伺いしてあの、喫煙室に関してはどういうお伺いですか、喫煙室があることを前提にするか、ないことを前提にする、どっちですか。武田良介君 私どもは喫煙室がなくて完全禁煙というのがあの望ましいというふうに考えております、はい、田中参考人あの喫煙室がなくて完全禁煙、これは確かにそのとおりだと私も思います、しかし、今、現実としてそれが現実的な話なんでしょうかというところなんです。というのは、あ私はあのたまたま千代田区で生活しておるわけでございますけれども、まあ、あの路上ご、ご承知のとおり、路上は全部禁煙です。 で今まで公園で喫煙場所とされていたところも全部禁煙になっておりますいわゆる外では一切吸えないと,ところがタバコがこの世の中に存在している以上は吸う方いらっしゃるわけですよねそうするとさまざまな制約がかかって今むしろ吸える場所というのが分煙を実行している飲食店がやはり一番多いのではないのかなと思うんですで確かにいろいろな今お話を聞いておりましても あの望まれない喫煙を、あといわゆる副流煙をううするのはよくないということでございますので、当然この、例えば私の店は、これは禁煙です、喫煙です、分煙ですと、きちっとお客様に前段で告知することは絶対必要だと思っております。しかしあの、全部がね禁煙ということが、あそれは確かにあの先生おっしゃるように公平、公平だとは思いますけれども、それをやるんですと、やっぱりたばこそのものを、 この世の中からなくしていくというのかな、それに近いような、われわれとしては発想になってしまうので、なかなか現実の問題として、全部が禁煙というのは難しいのかなと思っておりりまますす以上です、はい、ありがとうございました終わります。